木津川みゆき橋解体中の木津川、お幸い橋みゆき橋は、京都府八幡市において宇治川と木津川に架かる、京都府道13号京都森口線の橋である。佳橋地点は、桂川、宇治川、木津川の三河合流部にほど近い場所で、宇治川に架かる、淀川みゆき橋と木津川に架かる、木津川みゆき橋の二郷を総称してみゆき橋と、呼称している。なお、 桂川には、三行橋から北東へややずれて、国道478号の天皇山大橋が、かかっている。東橋との交点を起点に、京都府道81号8万宇治線と京都府道22号8万、木津線がそれぞれ上流側へ伸びている。東橋の下流側へは、宇治川と木津川の合流部に設けられた約 1.4km の、世話リテが伸び、 桜の名所となっている。宇治川と木津川が、現在の流路に付け替えられるまで、約2キロメートル北東に位置する淀において宇治川に、淀小橋、木津川に、淀大橋が、いずれも軽街道の橋としてかかっていた。現在の流路に付け替えられた後、淀小橋、淀大橋が担ってきた役割を継承する橋が、淀川み行橋、木津川み行橋である。 明治元年から同三年にかけて木津川が現在の流路に付け替えられた。現在の祭幸橋付近に橋が架けられたのは1898年頃という記録が残っており、宇治川はまだ付け替え前であったため、この橋は木津川にのみかかっていた橋と推定される。1885年6月、7月に淀川大洪水が発生し、 その後も1889年と1896年に水害が発生したため、1896年から1910年にかけて、淀川改良工事が行われた。宇治川が現在の流路に付け替えられ、桂川の改修、連続堤防の修築などが行われ、現在の三河合流部が形成された。この淀川改良工事に伴い、 1913年に初代みゆき橋が開通した。近代的な橋に架け替えられたのは1930年7月である。橋町は、淀川みゆき橋が262メートル、木津川みゆき橋が352メートルで、福音は8メートル。橋の形式は、ゲルバー式の鋼桁橋であった。1966年3月の、 平方バイパス共用開始に伴う、不動降格までは、国道1号としての役割を果たした。1930年に架けられた三雪橋は片側1、車線であったほか、当初は、歩道が設置されていなかったが、交通量の増大に伴い両側に、幅2メートルの歩道が設置された。現橋の三雪橋は三代目で、 両側4車線の車道及び両側に歩道が設置され、合わせた福音は23メートルである。二代目三行橋の老朽化と交通渋滞の悪化に伴い、急遽の上流側に掛け替えられた。淀川三行橋は、刑事バイパス、国道478号の開通に間に合わせる、形で2003年11月14日に共用を開始した。 木津川みゆき橋は南詰めに設置された交差点付近における用地買収の遅れから、淀川みゆき橋から7年遅れの2010年6月19日に共用を開始した。木津川みゆき橋の総事業費は取り付け道路の整備費用も含め約53億円である。三代目淀川みゆき橋の開通から三代目木津川みゆき橋開通までは、 中央の交差点が大きくカーブした形態が取られた。また、淀川三ワ橋も南半分が車線規制された形が取られていたが、両橋の掛け替え完了に伴い淀川三ワ橋の車線規制も解除され、本来の機能を発揮している。また、南詰めの交差点は、橋梁が上流側へ掛け替えられたことともない、定時路から十字路の交差点に変更された。 橋梁の色は赤が踏襲され、欄干、街路等も景観に配慮したデザインのものが使用された。ほか、急遽で使用されていた親橋が原橋のたもとに移設され、引き続き使用されている。拡幅を伴う掛け替え工事の完了により、朝夕ラッシュ時に発生していた三雪橋の渋滞が大きく緩和された。現在の宇治川にかかる。 京都府道15号宇治四度線の橋とは別の橋、ABC 田辺町市編纂委員会、田辺町市887ページ。1968年12月1日、上村義弘著、京都の地水と昭和大水害三河、合流部付近の八幡市、京都市の飛び地について、2011年11月5日付け、京都新聞有に有価に ABC 両側に歩道を。 設置1978年3月広報やわた4ページ。ありがとうございます。